私を完全に閉じ込めて安心した。だが現実はこの通りだ。町はもはや無法地帯で。私をこんなところに閉じ込めておくのは無理よ。ブラッドヘイブンの留置所から私を逃がしたのはハーレル。彼女を捕まえた。状況が収束したら君たち全員を。この状況を伝えてください。俺、アイビーが魅力的に見え始めたんだが、これって正常か？我々は全力を尽くしている。部下たちが怖がっている。今まで何回か戦闘を見てきたが、あなたが専門家、これは別物だ。おーい、応答しろ。レイチェル、この武器はゴロツキが持ってるような代物じゃない。普通のゴロツキでもないけどな。ふん、分かってるさ。奴を官房にぶち込むのに4人がかりだ。腕一本の骨折付きでな。大丈夫か？奴らにゴミ集めをさせる代わりにこっちがその武器を使うべきよ。平等かもな。神様の助けが必要ね。タイタンフォーミュラが一瓶、入れ歯型のネジ巻き式爆弾が一つ、本物の X 線メガネが一つ、モデルガンが一つ、中におもちゃの旗一つと本物の銃弾が5つ装填されてる。どれもジョーカーなものだ。トミーガンが1丁、ペイトン・ライリー、別名消気ガス弾が一つ、スネアトラップ一つに野球バット1本、ライフル銃1丁と拳銃2丁、フロイドロード、別名デッドショット。やあ、バットマン君、やっとその月並みな大粒で私のリドルに挑み始めたようだね。君がアーカムシティで私を虐げてくれたおかげでリドルを考える時間はたっぷりあったからな。だからな、私はリドラーだ。屈辱を受けたままでは置かない。借りは返す。できるものならリドルを解いてみたまえ。後々のためにもな。ガラスの割れる音がしたぞ。部下が死にかけてるんだ、この野郎。役人どもめ、孤立無援だ。なんとかなるさ、ジム。最新情報は？町中で事件が次々と起こっている。キャッシュ、報告してくれ。ええ、では、まず17分署の消防士と連絡が途絶えました。最後に確認された位置情報はありますが、長くは持たないでしょう。次にこれ、一番奇妙なのは見つかった死体です。詳しく調べる時間はありませんでしたが、科学捜査班が怯えるほどひどい状態でした。電車の敷地をこそこそ徘徊するリドラーも目撃されています。やつのことだ。また何か企んでるんでしょう。なあ、君は忙しい。だができる限りの人命を救ってほしい。心配ない、ジム。仲間がスケアクローを追跡中だ。やるだけやってみる。よかった。ゴッサムサウスとウエストに人員がいるようだ。ここが片付いたら合流する。あのクソ野郎を見つけ出すんだ。え、何です？行方不明の消防士たちを探そう。頼む、バットマン。よし、港の捜索が終わったら
マイケルたちと連携してイーストリバー沿いに戻ってこい。アイビーは心配ない。あの官房に収容されている。植物女とスケアクローの関係は共犯とか？さあな。だが嫌な予感がする。ああそうだ。だが医者に行ったら薬を出してくれたぞ。ところで取調室にジャックライダーがいる。暴動を撮影しようとして殺されかけた。近くで彼を見たのは初めて。ついてないやつだ。何をしたのか知ったら両親の呵責に苦しむだろうな。ここで何をしているライダー？いや、覆面自警団君の調子は？ひどい夜になっただろう。この街にいるべきじゃない。テープのことが気になってるだろう。今後情報をくれると約束するなら渡してやってもいいんだぞ。どうだ？ここは危険だ。早く立ち去った方がいい。すると俺は今世紀最大のスクープを逃すことになるんだ。帰り先の絶好の機会だってのに。だから見返りにバットマン、スケアクローの件でネタはないか？首を突っ込むな。いや、そうしたくてもトラブルの方がやってくる。テープ8、10月15日、未だ牧師の気配はなく、何の痕跡も見当たらない。だが近いうちに姿を。やつの声を聞いたか。まるで死にかけてるみたいだ。感染性があるかわかるか。アイビーと一緒に官房に入れておくべきだろうか。期してもう一度おさらいしておこう。第一に、我々の任務は人命救助だ。まずは周りの同僚から救出しろ。屋上には常に最低4名を配置して6名の班で敷地内を巡回する。結構レアな彫像らしい。見つけるのは簡単だけど、集めるのは別よ。スケアクローの手がかりを得るまで、ここで踏ん張る。エレベーターは動かない。唯一の経路は駐車場ビルだ。ボートに近寄るな。聞いてるのか？殺されるぞ。我々の任務は人命救助だ。まずは周りの同僚から救出しろ。どうしてこんな情けない生き物を助けるの？植物の方がずっと良識があるわ。手出しもできないし、仲間が忘れないで。おなじみの連中もまだうろうろしてる。ボートの半数がガスマスクを着用してる。ニュースを見てないのか？スケアクローのガスは何だって通り抜ける。退去を命じたのに、クソ。考えて行動しろ。これ以上一人も失礼。やめろ。やめろ。テープ8、
10月15日未だ牧師の気配はなく何の痕跡も見当たらない。だが近いうちに姿を見せる予感だ。おいバットマン、スケアクローに逃げられたんだろ。俺の手首を折ったのは無駄骨だったね。奴にはお前と仲間たちを仕留める計画があるんだ。今晩ついに俺たちはコウモリ野郎を倒すのさ。こんなの見たことないぜ。ゴードンすら不安そうだ。何も恐れない男なのに。長いこと計画を練って。あまりうまくいってない。俺たちはまだ運が良かった方だ。こいつらは中華街で奇襲をかけられた。560人のボートが火炎瓶。あっちへ戻らないと。動かない方がいい。脳震盪を起こしてボスは病んでないと。その状態で誰かを助けるなんて無理だよ。バットマン、仲間に加わってくれて嬉しいわ。今でもあの車が近づいてくる気がする。恐ろしくて動けなかったよ。すげえアップグレードだな。戦車のようなものに変身したらしいぞ。いいぞ、近づくな。やつら援護してくれ。こんばんは、ウェイン様。バットモビルはご期待に沿う働きをしておりますか。実はもう少し早くしたいんだ。そうおっしゃるだろうと思っていました。少々お時間をください。最年少機能をオンラインにします。ありがとう、いつもサポートしてくれて。感謝するには及びません。道を離れて飛ばしすぎないように、他の機能もアップグレードします。骨にこびりついた肉をむさぼるために残った破壊者の模様。